流罪になった夫を思い続けた61年の人生、郷姫。皆さんこんにちは。今回の歴史じっくり紀行は郷姫について紹介していこうと思います。戦国時代における武家の結婚といえば、やはり政略結婚が連想されますよね。それは豊臣秀吉が天下人になっても変わることはなかったようです。それでも互いに思い合い、愛情を貫き通した夫婦もいたようです。今回は流罪になった夫をひたすら思い続けた妻の話をいたしましょう。その名は郷姫。前田利家の娘として生まれ、秀吉の養女となった女性です。彼女が生きた61年の波乱に富んだ生涯を詳しくご紹介していきたいと思います。前田利家、松夫妻の娘として生まれるも、2歳にして秀吉の養女となる。郷姫は天正2年1574年に前田利家と正妻松との間に4番目の子供として生まれました。当時の利家といえば、長島一向一揆攻めに加わり、越前一向一揆の鎮圧に従事していた頃、かなり多忙だったと考えられます。当時の所領はまだ尾張の荒子にあり、ここから柴田勝家の与力として北陸攻めに参陣し、翌年には越前府中で大名となりました。郷姫は利家夫婦にとって可愛い我が子に違いなかったはずですが、実は生まれる前から羽柴秀吉の養女になることが決まっていたとか。なぜなら秀吉、ねね夫妻には子がなかったからです。普段から仲が良かった秀吉から、もし前田家に子供が生まれたら男子であろうが女子であろうがもらい受けたいと言われれば断ることはできません。こうして郷姫は2歳にして秀吉の養女となりました。しかしこの時期、秀吉には実子である石松丸羽柴秀勝がいたはずであり、子がいなかったというのは不思議な話です。郷姫が養女となった直後に石松丸が生まれたのでしょうか。いずれにしても秀吉は郷姫を目の中に入れても痛くないほど溺愛したといいます。ちなみに彼女が幼少期にどんな風に過ごしていたのか、ほとんど分かっていません。一時期本拠の長浜城ではなく姫路城にいたと伝わっていることから、秀吉はなるべく近くに置きたかったのでしょう。けなげに候や、はや飯を参り候やと手紙を送ってはその身を案じていたそうです。秀吉の有志となった浮田秀家との結婚。さてその頃、秀吉は山陽山陰で毛利家と対峙していました。毛利を離反した浮田直家を味方につけると、その攻勢はますます盛んとなります。播磨全域を手中にし、鳥取城を囲んで干上がらせ、さらに備中へ侵攻しようとしていました。そんなさなか、兵友として名を馳せた浮田直家が亡くなります。彼にはまだ10歳だった嫡男八郎、後の秀家がいて、その行く末を秀吉に託したそうです。直家の意志を汲んだ秀吉は、その後の備中攻めに家督を継いだばかりの八郎を帯同させました。まだ幼少だったことから、戸川、岡、長船といった家臣たちが支えたといいます。天正10年1582年、運命の本能寺の変が起こりました。素早く毛利との和睦を取りまとめた秀吉は大返しを敢行して畿内へはせ戻ります。一方、浮田家は毛利に対する防波堤の役割を果たしました。織田信長の死を知った毛利軍が追撃してきた際、これを食い止めるためです。この時に浮田家は備前、美作、備中東部の所領を安堵されています。山崎の戦いで明智光秀を破った秀吉は、続く賤ヶ岳、小牧の役を経て、いよいよ事実上の天下人となりました。また八郎は元服して秀家と名乗り、秀吉に付き従って各地の戦場で戦功を挙げたといいます。その活躍ぶりに目を細めた秀吉は秀家を自らの有志として扱って親子関係を結びました。こうして秀家は若くして豊臣政権を支える一員となったのです。そして天正16年1588年のこと、15歳になった郷姫は2歳年上の秀家と結婚しました。これは秀吉が浮田家との強固な結びつきを求めた政略結婚ですが、秀家に対する期待の裏返しでもあります。最愛の娘をめとらせることで近い将来豊臣政権の重責を背負わせようとしたのでしょう。郷姫が男だったら関白を継いでいた？こうして秀家と結ばれた郷姫は備前の方と呼ばれて家臣や領民の尊敬を集めたといいます。また夫婦仲もすこぶる良好で、2人の間には秀高、秀次、貞姫、振姫の2男2女が生まれたとか。また結婚後も郷姫に対する秀吉の思いは変わりません。関白職を辞した後に、もし郷姫が男だったなら関白に就任させたかったものだ、だからねねより高い位を与えたいと手紙で述べていますから、単に愛情だけでなく郷姫には聡明さや器量があったと認めているのです。そんな秀吉の愛情を表す逸話をもう一つ。もともと体が弱かった郷姫ですが、文禄4年1595年に病を発して床に伏せてしまいました。これまでも寝込むことは多かったのですが、今度ばかりは命も危うい状態となりました。そこで祈祷師を呼んで見立てを聞いてみると、どうやら狐が取り付いたことで体調が悪化したとのこと。激怒した秀吉は石田三成と真下長盛を呼ぶと、稲荷大明神に宛ててこんな手紙を書かせたそうです。何故郷姫に狐が取りついたのか、誠にけしからぬことであり、今後は二度と取りつかぬように。もし命令に背いた場合は日本中の狐を飼ってしまうから覚悟せよ。もはや手紙ではなく脅迫文ですが、秀吉はそれほどまでに郷姫の身を案じていたのでしょう。さらに不思議な話は続きます。一向に郷姫の病状が収まらない中、実父の前田利家はこう秀吉に懇願しました。天下秘蔵の大伝太光代は名言新たかな太刀と聞き及びます。何とぞお貸しください。大伝太光代といえば天下5県のうちの一つです。利家は早速郷姫の寝所に大伝太光代を置いてみると、不思議なことに重い病は3日ほどで治ってしまいました。ところが安心した利家が大伝太光代を秀吉に返却すると、またしても郷姫が倒れてしまったのです。利家が再び太刀を借り受けて枕元へ置いてみると、やはり病状が治まったといいます。さすがの秀吉もこの霊剣が郷姫と強く結びついていると確信したようです。そして返さなくてもよいと告げると、そのまま利家に与えてしまったとか。この太刀はそれ以降前田家の家宝になったようです。2人の仲を引き裂いた運命の関ヶ原の戦い。慶長3年1598年、豊臣秀吉がこの世を去りました。実の親子のように接してきた夫婦2人にとってその悲しみはいかばかりだったでしょう。また郷姫の実父利家もその翌年に亡くなっています。もちろん利家は残された維持、秀頼のため、そして豊臣家のために働く決意を固めたことでしょう。ところがそんな強い思いがあだとなるのです。まず浮田家中で家臣団の分裂が起こりました。その原因となったのが、郷姫が腰入れする際に付き従っていた中村刑部という家臣です。刑部は秀家の抜擢を受けると家老職となり、主に内政を担当していたとか。ところが新参の者が重職に就いたことで、譜代家臣の多くは不満を抱いたといいます。また行部がキリシタンだったことから、もともと日蓮宗信者の多い浮高親鸞が反発、ついに行部を襲撃するという事件に発展しました。騒動は徳川家康の祭壇によって鎮まりますが、譜代重臣はじめ多くの家臣が去る結果となり、浮田家にとっては大変な戦力ダウンになったといいます。ちなみに裏で糸を引いていたのは家康という説もあるとか。そして慶長5年1600年、徳川家康に反発する諸大名が決起し、秀家は副将格として迷いなく西軍に加わりました。続く天下分け目の関ヶ原の戦いで浮田勢は主力として奮戦。しかし相次ぐ味方の裏切りや傍観によって西軍はあえなく惨敗を喫してしまうのです。敗走した秀家は伊吹山を越えて京都へ潜伏し、さらに島津家を頼って薩摩へ落ち延びていきました。もちろん伏見屋敷で夫を待つ郷姫がその消息を知るはずもなく、ほどなくして浮田家は改易、所領の全てを没収されてしまいます。慶長8年1603年、徳川と島津の和睦締結に伴い、秀家の身柄も引き渡されました。郷姫は夫が生きていることを知ると喜んだはずですが、二度と対面することは叶いません。なぜなら秀家は死罪こそ免れたものの、本土から遠く離れた八丈島へ流されたからです。亡くなるまで夫を思い続けた郷姫、夫が流罪になると聞いた郷姫は共に八丈島へ赴きたいと願ったそうです。しかし兄の前田利長がそんなことを許すはずもありません。娘たちと共に金沢へ移り住みました。当時の習慣として夫婦が何らかの形で別れる場合、男子は夫が、女子は妻が引き取ることになっていたとか。郷姫は娘たちを養育しつつ遠く離れた夫を案じていたのでしょう。八丈島での暮らしは過酷そのものですから、秀家も苦しい生活を送っていたようです。彼女はそんな秀家を助けたいと思い、幕府の許可を得た上で前田家を通じ、毎年のように米や金銭、衣類などを送り続けました。ある時郷姫は自分の肖像画を絵師に描かせ、そっと荷物の中に紛れ込ませたそうです。秀家と暮らす2人の息子にせめて母の面影を感じてほしかったのでしょうか。八丈島の伝承によると、幼い秀高、秀次たちは母の肖像画を見つめながら「母上、母上」と泣き暮らしたとか。ちなみにその肖像画は現在も秀家の子孫が持っているらしく、よく見ると顔の色が薄くなっているそうです。おそらく母親が恋しくてずっと撫でていたからでしょう。さて、夫や息子と離れ離れで暮らす郷姫にとって心の救いとなったのがキリスト教でした。折しも金沢にはかつてキリシタン大名として知られた高山右近が寄遇しており、浮田家から逃げてきた中村刑部もいたからです。ほどなくしてキリシタンとなった郷姫は祈りの毎日を過ごしたようです。彼女が夫を思い続ける一方で、秀家はなぜか赦免を断っています。元和2年1616年、前田利常は10万石を与えるから大名に復帰してはどうかと打診するものの、これを断った秀家は八丈島にとどまり続けました。敗者の責任をまだ感じていたのか、それとも島の居心地が良くなったのか、その理由ははっきりとしていません。せめて2人の息子だけでも戻せばいいのにと思うところですが、彼なりの考えがあったのでしょう。寛永11年1634年、郷姫は夫や息子たちとの再会がかなわぬまま金沢城で61年の生涯を閉じました。弟利常の求めで帰郷したとも、あるいは高野山で生前葬を営んだともされていますが、亡くなるまでキリシタンだったという説もあるそうです。また八丈島で暮らす浮田家への仕送りは彼女の死後も加賀藩によって幕末まで続けられたといいます。明治になって浮田一族が本土へ移り住むと真っ先に保護したのが前田家だったとか。郷姫が残した思いははるか時を超えて息づいていたのでしょう。最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。今回の動画はいかがでしたでしょうか。こちらの軍配の上のボタンからチャンネル登録できますので、登録していただけると嬉しいです。あとこちらの動画もよかったら見てみてください。どうぞよろしくお願いいたします。